マイルエンド駅は、イーストロンドン、タワーハムレッツにある、ロンドン地下鉄ハマースミスシティ線、ディストリクト線、セントラル線の駅である。トラベルカードゾーン2に含まれる。当駅は1902年にホワイトチャペルボー、鉄道の駅として開業した。1905年に電化され、1936年以降は、ディストリクト線及びハマースミスシティ線の一部として、 運営された。1946年にセントラル線闘神に合わせて大改修され、1946年12月4日にセントラル線が乗り入れを開始している。1950年にはロンドン地下鉄に移管された。改修前のホームの様子。写真に写っている中央のホームをハマースミスシティントディストリクト線が使用し、外側のホームを セントラル線が使用している。当駅は、ロンドン地下鉄の中で、半地表路線と大震度路線が対面乗り換えできる、唯一の駅である。駅名は、駅近くを通るマイルエンドロードにちなむもので、マイルエンドの名前は、当地が、シティオブロンドンから東に1マイルであることを示す、マイルストーンがあることによっている。実際にはこのマイルストーンは、当駅より東にある、ステップニーグリーン駅に近い。 当駅付付近には著名な観光地である、ビクトリアパーク、マイルエンドパーク、リージェンツ運河がある。クイーンメアリー、マイルエンド病院、王立ロンドン病院の一部だった、セントクレメンツ病院が、駅周辺に位置する。ロンドンバス25、205、277、323、339、425、D6、D7、深夜バス N205、 ナショナルエクスプレスコーチ A 級が当駅を経由する。ありがとうございます。